ユメコみたいなヒロインいたわけよ。こいつを主人公にしたらいいんじゃないかっていう話になって。さて、川本氏。はい。漫画原作者の漫画部屋。質問があります。はい。連載ってどうやって始まるんですか？まあ、川本さん数々の連載作品を手掛けておりますけれども。なんかかっこいい言い方してくれたね。はい。はい。どうやって始まるんですか？意外とみんな知らないんじゃないかなっていう。いや、確かにね。よく知らないよね。うん。バクマンでしか知らないよね。そうですね。まあ私も連載何個かしてますけど、まあ普通どうやってやるのかなっていうのは、いまいちよくわかってない。実際のところ教えてください。はい、わかりました。じゃあ、時系列で。うん。まあまず担当さんがいるよね。担当さんついてることが前提ね。まあそうですよね。はい。で、担当さんと、まあまずは企画を練るわけですよ。うん。うん。で、プロット出したりしつつ、うん、こんなんどうすかみたいな、こんなんどうすかみたいな。うん。まあ、プロットっていうと、まあ、お話を文字ベースで簡単にまとめた、まあ、メモ書きというか、まあ、紙一枚にザコザコ書いてるようなぐらいのやつですかね。うん。とかを交えながら、じゃあ担当さんが、じゃあこれでいこうってこう言ってくれるわけ。はい。いずれね。うん。言ってくれなかったらもうそこで話終わりなんだけど。うん、まあ、なんかそうやって話し合ううちに、まあ、こういう方向で、一回作ってみましょうかみたいな感じになるってことですかね。そうそうそう。で、そこで、まあ、ネームを書き出すわけだよね。うん。で、ここからは、まず2つパターンがあって、うん、早速2つに分かれるんだけど、はい。読み切りをとりあえず書くっていう場合と、うん。もういきなり連載のネームを書くっていう場合があります。うん。で、読み切りの場合は、うん。読み切りで、まあ、試してみるってやつだよね。はいはいはい。うん、で、人気が出たら、連載しようっていう話になる場合もある。川本さん読み切り書いたことあるんですか？読み切り書いたことあるよ、何回か。うん。でも読み切りでから連載したことはない。ないね。まあ必ずしも読み切りがね、連載前提で書かれてるわけではないですから。そうだね。まあそれでね、しっかり読み切りで話を終わる作品もあるわけで。うん。その通り。うん。で、もう一つが、最初から連載向けのネームを書く場合ね。はい。で、書いたとして、うん、で、ここからも2つパターンがあって、うん連載会議というものにかかる場合と、もう編集長が OK って言って通る場合がある。うんうん、これは、出版社とか、雑誌による。うん。うん、まあ、出版社とか雑誌によって、やっぱり漫画の作り方だったり、雑誌の作り方みたいなのが、やっぱり微妙に違うわけで、まあ、というわけで、媒体というか、によって、やり方も少し変わってくるっていう感じですかね。そう。まあ、例えばジャンプは有名な話で、バクマンで有名だと思うけど、うん、あれは連載会議だよね。うんうん。なんか偉い人集まって、うん、行くか行かないか決めるっていう。うん、で編集長が決める場合はもう完全に編集長の一存。うん、こういう雑誌も結構ね、多い。みたい。多分、はい、僕の経験上。うん、まあでも、いずれにせよ、OK 出るかどうかっていう話なわけですよ。まあ担当編集さんがまずいいって思って、その後編集長に掛け合うのか、連載会議にかけるのか、みたいな感じですかね。その通り。はい。で、この連載会議なり編集長の、反応なりの結果は3パターンあります。おう。派生しますね。そう。まず一つは、もう OK、これでいこう。連載決定。おう。一番いいパターンね。うん。もう一つはこれが辛いんだけど、うん。もう完全にボツ。ダメです。もうやめてください。もうこの話はもう忘れてください。他の持ってこい。うん。っていう場合ね。うん。で、ちょっと微妙なところが、うん。これじゃ OK ではないんだけど、うん。ちょっと修正して持ってきてっていう場合。うん。だいたいこの3つあるね。まあ、方向性はこれでいいかもだけど、うん、まあちょっと見せ方とか、はい。まあお話の微妙な作り方とかちょっと変えて、はい、もう一回見たいな。みたいなことですよね。そうだね。うん。ちなみにこれね、ミソなんだけど、うん、別に直したからって通るとは全然限らない。まあそんな経験散々してきたよ。まあだったらね、こういう風に直せ、こういう風に直したら OK 出すよって言ってくれると思うんですけど、まあそんなことないですよね。そんな言い方することね、絶対ないと思う。うん、絶対ないですよね。うん。結局ね、今あるものですかもちろんね、判断してもらえないから。まあ、それ当然だと思うけど。うん。うん。川本さん的には、まあ、その一発 OK になることは、まあ、ほとんどないと思うんですけど、はい、川本さんに限らず、はい、その2番の全没と3番のちょっと直して、もう一回持ってきて、これどっちの方が多いんですかね？半々ぐらいかな。ああ、それでも半々。うん、半分は全没食らうっていう、ね。いや、食らいまくりですよ。連載会議に出す場合は、うん、普通はね、3話ぐらい書く。うん。しかも、1話って大体通常のページ数より長いじゃん。うん。まあそうですよね。うん、だからまあ、仮に60としよう。うん。で、普段30とするじゃん。うん。そしたら60足す30足す30で120ページね。うん。120ページ書いて出しました。はい、全没。うん、これよくあるんで。厳しい。厳しい仕事だ。あ、でもね、ちなみにね、ちょっとこれ後で言う話に関わるんだけど。はい。一発で通ったことあるよ、僕。ほう。うん。しかもね、それは2話ぐらいしか書いてないかな。あ、2話だけ書いて一発で通ったことあるよ。それ不安になりますよね、逆にね。本当に、いいんですかみたいな。いろんなことがありますよ。僕もそこそこ7年やってきてるから、まあ、いろんなことがありました。でね、まあ、連載がどう始まるかっていうのはもうこれで概要終わりなんだよね。うん。まあ、これ以外のパターンはまあ、あんまないでしょうと。そうだね。まあ、だからここからは、まあ、僕の経験、はい。かけ狂いが始まる時の話をちょっとしようかなと思って。はいはい。いいですか？どうぞ。まあ少しでもなんかね、連載を目指す人の参考になればなと思うんだけど。はい。だから雑誌の賞を取ったわけですよ。うん。で、担当さんついたわけよ。ほうほう。佐々木さんね。うん。よくお名前が出てくる佐々木さんね。で、まあ、佐々木さんと話して、はい、まあ、投稿作もギャンブルものだったから、はい、じゃギャンブル漫画書こうよと。うん。なんか、ないのみたいな。うん、そんな言い方されてないと思うけど。まあ、その打ち合わせの時に、うん、まあ、とりあえずギャンブルで行った方がいいと思うけど、なんかネタない？そうそう。っていう感じですね。だからまあ、プロットを出してみて、つって。はい。あ、わかりました。ってプロット一生懸命書いて、うん。しかも当時の新人の海のものとも山のものとも知れないやつだからさ、うん、詳しめなプロット、うん、書いて送って。はいはい。それはワードで書いたんですか？覚えてないね。メモ帳？わかんない。うん。まあ何でもいいと思う。まあまあパソコンで書いたってことね。でまあ、とりあえず OK 出ました。とりあえず、じゃあこれ書いてみてよ。はい。書くじゃん。うん。でもズブの素人だからさ、うん。もう右も左も分かってないから、まあ佐々木さんがいろいろね、直してくれるわけ。うん。ここはこうした方がいい。ここはこうした方がいい。直す。うん。わかりました。直す。うん。ここは直した方がいい。わかりました。直す。うん。これずっと続けてきたわけ。うん。これまだプロットなんですよね。あ、ごめん。プロットじゃない。プロットはもう通ってる。あ、プロットは通ったんだ。ネームね。うん。はい。まあ、このネームの直しで、まあ、数ヶ月かかったね。うん。僕ずっと書いてたけどね。その間。あ、半年ぐらいの間。無職だったから。あ、まあ、カウンさんのデビュー秘話。そう。当時無職。暇だったって。半年はかかってないけど。はい。うん、まあ、2、3ヶ月うん。かけて書いて。うん。まあ、やっと形になったと。うん。まあ、そしたらじゃあ連載会議かけてみるよと。うんうん。うん。かかりました。まあ、ダメだったのね、結論から言うと。うん。うん。で、ちょっと直した方がいいみたいな。それってやっぱ連載会議でこういう話があったよとかっていう、そういうフィードバックみたいなものが、まあ、もらえるんですかね。なのかな。ちょっと、まあ、全部佐々木さんの口から聞くことになるから、うん、そういう場合は担当さんの。うん。うん、まあ、だから、その連載会議で言われてた話なのか、佐々木さんが思ってた話なのかはわかんない。うん。うん。けど、まあ、とにかく佐々木さんからこういうとこ直した方がいいんじゃないかっていう話が来るわけ。まあ担当編集さんはね、その編集部のその作家さんに対する代表者なわけなんで、そう。まあその担当編集さんの言う言葉がその編集部さんの言葉であるっていうことですからね。うん。というわけで僕直しました。うん。でまたちょっと形になったわけ。うん。でまた連載会議出すよと。はいはい。あ、お願いします。うん。今度全没だったんだよね。ほう。これダメだと。ほう。全没だったかな。まあ、とにかくダメだったんだよね。うん。で、また佐々木さんの話で、うん、2回とか連載会議かけてもらってダメだったわけじゃん。うん。根本から変えた方がいいなってなったんだよね。うん。その時さ、うん。多分100ページ以上書いてある原稿を何回も直してるわけ。うん。愛着あるじゃん。うん。けど、うん。ダメですという結果だったわけ。ちなみにそれ掛け狂いになる前の話ってことじゃないですか。そう。どんな感じだったんですか？これ主人公ね、男で、はい、しかもね、はあはあ、ギャンブル学園だったんだけど舞台が、ほうほう、ギャンブル学園の先生だった。ほう。うん。でもね、うん。ユミコみたいなヒロインいたわけよ。ほう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 。みたいなやつ。はいはい。こいつを主人公にしたらいいんじゃないかっていう話になって。うん。はいはいはい。キャラは前から結構そのままだったから、うんうん、このキャラいいねと。うん、でもいっそ主人公にしたらと。いう話になって、うんうん、まあそのためにはもちろん話を一から変える必要があるんだけど、うん、やりました。まあ登場人物丸ごといなくなってるわけですからね。そう。先生いなくなったからね。はい。掛け狂いは先生で、今までで多分2コマしか出てきてないからね。うんはいはい。10何巻ある。あそこ掛け狂い最大の謎の一つですね。先生たちどうなっとんねんっていう。はい。はい。はい、で、変えたらね。はい。すぐ通った。ああ、うん、はいはい。こういうことあるんですよ。ああ、これすごい難しいところですよね、うん。やっぱりなんていうか連載通る経験がない人、うん、まあつまり新人さん、これからデビューしようとしてるまあいわゆる漫画家の卵みたいな、うん、だって当然連載通ったことないわけだから、うん、連載が通るってどういうものなのかっていうのがまあ感覚的にわからないっていうところもあるじゃないですか。はいはいはい。ってなったらそのさっき川本さんが言ってたように。こういっぱい同じのをこねくり回してこう作り変えてってやってるとこれをなんとか通したいみたいな気持ちになったりすることも多いと思うんですよ、うん、僕もなるからね未だに、うん、でもそれをガラッと変えてみたらスポンってこう通ったりすることもあると。まあそうなんだよ。だから、うん、その連載をね、まあ、これから撮ろうとする人、はいに向けて、僕がなんか言えることがあるとしたら、うん、もちろんね、諦めずにね、うん、一個の原稿をより面白く、より面白くってすることも大事なんだけど、うん、たまにはね、ふっと気分を変えてみてね、うん、固執せずにね、うん、まるっと変えたやつを出してもいいんじゃないかな。うん、なんか、スッと通ったりするから。これ、なんかこう、なんでもあると思うんですよ、こういうの。もうスポーツとかでもそうじゃないですか。格闘技とかもそうだと思うんですけど、うん、なんか自分は例えばですけど、例え話ですよ。レスリング出身だからって言って、レスリングを使ったスタイルに固執してると、なんかこう頭打ちしちゃって、ちょっとスランプみたいなの入っちゃって、ちょっとファイトスタイル変えてみたらすごいハマるみたいな。あのね、その話僕にはよくわかるんだけど、例え話ってさ、わかりやすくするためにするんだよね。まあ言いたかっただけですよ。誰がわかんだよ。はい、レスリングの。話。まあ言っちゃうと、自分が何が得意かとか、うん、何に向いてるかっていうのって、うん、他の人から見たら意外と違うかもしれんってことね。うん。書きたいものと書けるものは違う。これよく言うじゃないですか。それはあれだね。鳥島編集長のやつだね。あ、そうなの。言葉だけ知ってるけど。鳥島編集長が、だから、ドラゴンボールの鳥山明先生。うんは、なんかもっとギャグとか、書きたい人だったらしいんだけど、うんうん、鳥島さんが、いや、書きたいものと書けるものは違うっつって、うん、ドラゴンボールを、まあ、言ったら書かせた。はいはいはい。ら、もう超絶大ヒットよ。うん、だから、正しいんだと思うけどね、僕は。うん、結構、この話、作家さんのなんかインタビューとか見てると、うん、結構こういう話ある。バトルマン、今すごいコメディですごい売れてる人が、最初はバトルマンが書いてたとか、はいはいはい、で、編集者さんに言われて、書いてみたら、こっちの方がすごいしっくりきて、あ、自分こっちだったんだなって分かった、みたいな話とかやっぱよくある。うん、全くやったことないスポーツの漫画書くとかね。ああ、そういう話もありますよね。あるよね。ありますよね。まあ、そういうことなんですよ、多分ね。うん、別に川本さんだってね、別にギャンブル教じゃないですからね。うん。てか、後にラスベガス行くまでギャンブルなんかしたことなかったからね。うんね。連載始まって数年経ってからですよ。僕が初めてギャンブルしたの。はいはいはい。いやだからね、やっぱどこまで行っても漫画なんて創作物なんで、うん、やっぱこうで別に経験したことないことでも書けるし、うんね、自分が昔バスケやってたからバスケ漫画書くんだとか、別にそれももちろんいいと思いますけど、詳しいから当然。うん、でも別にそうじゃなくても。じゃあスポーツっていう括りで考えてみようとか、はたまたスポーツじゃなくて、なんかそういうスポーツ的な文脈で別のもん書いてみようとか。そうね。なんかバトル漫画大好きな人がいきなり無理やり恋愛漫画書いたらすげえ面白いかもよ。まあなんで固執してね、ずっと同じのやってるとね、辛くなってくんのよ。いやー、わかる。本当に。それすごいわかる。まあそういう時は、もう気分害しても漫画描くのやめちゃうよりは、うん、全然別の描いてみたらいかがでしょうかっていう話ね。うん、うんうん。これ、僕ができる精一杯のアドバイス。いや、まあとりあえず、悪い意味で個室執着するのはやっぱ良くない。そうですね。うん。なんか詰まってんなと思ったら、今なんかこう、それにこだわっちゃってるものを一回全部捨ててみてっていうのも、別にそういうのって自由じゃないですか。創作活動って自由なものじゃないですか。はい。楽しくね。楽しくやってこうって。うん。カオさんなんてね、その辺見境がなさすぎてね、こいつの専門分野何なんだろうみたいな感じになってますからね。今結構いろいろ書いてるよね。うん。ギャンブルもの、バトルもの、麻雀もの、ちょっと前は弁護士もの、ラブコメ、うん、時代劇、うん。節操ねーっていう。節操ないっすね。まあ他にもね、まだ言えないやつもね、いろいろやってたりしますからね。うん、そうだね。うん。でもまあそれぐらいの節操のなさがいい形に働くことも当然あると思うんで。うん。もちろん逆のパターンもあるとは思うんですけど。うん。自由なんで。ってことですかね。楽しくやっていきましょう。うん。はい。じゃあ今日はこんなところで。はい。はい。無能でした。川本でした。今回の昨日見た夢の話は以上です。話してほしいテーマ、企画、質問など随時受付中です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。